あの頃に戻りたいとは思わない。でも今でも思い出すんだ。俺ここじゃペコで撮ってんだ。なんで笑わねえの。卓球なんてどうせ死ぬまでの暇つぶしです。早知道就去欧洲留学。怠慢と妥協にまみれた卓球を続けたお前に何ができる。いい加減前に出て勝負したらどうなんだい。レッツスポッコン。勝利を望むのであれば成し遂げるための努力が必要だ。努力なんて才能のないやつがするもんさ。負けた。这就是现实。僕先に行くよ。え？夢ではない、そうでもない、僕らはね。頂上に立たねば見えない風景がある。お前は俺たちの憧れだったんだよ。才能とは求める人間にのみ与えられるものではないのだ。ペコ、心の中で3回唱える。ヒーローって信じる。そうすりゃオイラがやってくる。彼が帰ってくる。ヒーロー剣山。また夏いやつが来るぜ。